イカをリング巻きにして保存していたものですけども、自然解凍させて、今日は、これを使って、フライを作ろうと思います。まず一口大に切り分けます。一口大に切り分けましたら、下味をつけます。塩ですけど、小さじ1杯分ですね。小さじ1杯。イカは、4杯分使いました。そして、ここで、隠し味に砂糖を少し使います。いかに塩と砂糖がなじみましたので、これに小麦粉をしっかりつけます。小麦粉をつけましたら、次に溶き卵ですね。卵2個分を使いました。これを溶き卵をつけて パン粉をつけます。この小麦粉と溶き卵とパン粉、まあ、普通のフライの過程を使います。イカ4杯分に衣がしっかりつきまして、かなりの量になりました。隣で、油を熱しております。中火で、熱して160度くらいになって、中温でちょっと上がってくるぐらい、ちょっと強いかもしれない。ちょっとゆっくりと揚げようと思います。入れたパン粉がスッと上がってくるぐらいの温度、160度くらいですかね。これで揚げていきます。お刺身で食べれるイカですので、軽くきつね色になったら裏返して、揚げすぎないようにします。軽くきつね色になったら揚げます。
カのフライができました。で最後に残った溶き卵と小麦粉を一緒に混ぜて、ピーマンも一緒に揚げました。